能登半島の地震をこう支える中部の自治体のこのオンラインの会議が行われたんですが、それを欠席して新年の集いに出ていたということで、知事に対して県議会の会派が申し入れ、抗議を行いました。ステージ横に座る川勝知事。これは今月4日、静岡新聞社静岡放送主催の新年の集いに川勝知事が出席した時の写真です。会が開かれたのは能登半島地震の発災から3日後。同じ時間帯には石川県をはじめとする中部ブロックの9県と名古屋市による被災地支援会議がオンラインで開かれていました。どうぞ石川県助けていただきますようによろしくお願いいたします。支援を呼びかけた石川県の馳知事。会議では各県の知事や名古屋市長が出席しましたが、静岡県だけは危機管理官が代理で出席しました。その結果、被災地域の支援に全力を挙げていきたいというふうに思っております。長野県を支援側の県だと、応援される側じゃなくて支援側の県だということをぜひ念頭に置いていただき、使っていただければというふうに思っております。総力を挙げて支援に関わっていきたいと思っておりますので、どうぞご遠慮なくですね、お申し付けいただければありがたいと思います。行政の立ち上げには非常に力な都市計画までやってきますので、立ち上げ、力になります。会議に参加した市長たちは全員支援について発言をしましたが、危機管理官が代理出席した静岡県だけは発言をすることはありませんでした。今週火曜日、浜松商工会議所の新年祝賀会に出席した川勝知事、被災地支援の決意を改めて表明しました。我々の同胞がこの太平洋側の反対のところで今厳しい生活を強いられております。私は静岡県知事であると同時に静岡県浜松市の柳川大使を仰せつかっておりまして、もうこの何としてもですね、同胞を救うと柳川というその信念でこれから待って今ここに立っております。祝賀会終了後、知事、4日の会議に出るべきだったという声が上がっていることに対してはいかがですか。一言いただけないでしょうか。もう3時半にね、静岡県は、5時の会議というのはご案内の通り、長谷知事さんの方から助けてくださいと、で各その県知事さんがやりますという、そういう会なんですね。我々はもう先にですね、もう助ける体制を整えて、3時半にようやく長谷知事と連絡が取れまして、でそして空港に拠点を設けたりと、でそしてすぐに OK と、だからもうすべて我々は先行してですね、この何て言いますか、救援に入ってたわけですね。ですからあとはお聞きするだけということで、だから危機管理官、時間あります、はい、欠席の件は長谷知事にご自身で伝えられたんでしょうか。もちろんです。はい、それは言ってません。知りませんでした。知らなかったというか、お電話では伝えてなかったということですか。知らなかった。今出席するべきだったという問題声が上がっていることに対してはいかがでしょうか。県秘書課によりますと、新年の集いは公務であり、会議も新年の集いもどちらも重要だったとしています。会議が始まる前に石川県の馳知事と直接電話でやり取りをしたという川勝知事。能登空港に静岡県の応援活動拠点を設けるなど、静岡県はいち早く支援に動いたと強調していますが、これに苦言を呈しているのが県議会最大会派の自民改革会議です。どんな事情があるにせよですね、被災された皆さん
の思いですとか、現地にたくさんの県内関係者の方が支援に赴いている状況を考えますと、公務を優先すべきであってですね、欠席というのはですね、本当に残念なことだったと思っております。特に問題はないという認識を示されていたんですが、この辺を踏まえてはもう発災直後からもう関係自治体はみんなで応援しようという気持ちで動き出しているので、支援についてはどの県も、本県も速やかに動いていただいているので、そこは当然のことだと思います。ただ第1回目の被災県を囲む中部ブロック圏の会議であったので、公務ですよね、どう見てもね、公の会議ですので、本県代表者として出ていただくのが本筋だったと思っております、水曜日、自民改革会議の増田代表はこのように話し、他の会派とも相談の上、川勝知事に直接申し入れを行う方針を示していました。そしておととい午後3時10分、知事が欠席されましたことについてですね、何においても優先して出席いただきたかったという思い、そして今後はですね、本県の県民の生命財産を守るトップとして、また被災地支援の県の代表としてですね、言葉だけではなく行動と姿勢でですね、範を示していただきますように申し入れをさせていただきます、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。被災地支援第一に、これからも全力で、尽くします。しっかりやっていただきたいと思います。確かめたこといいですか。どうぞ。今回のこの知事の一連の行動はですね、私はもう間違ってます。1月1日に発災して、おそらく長谷知事も、石川に戻られたのが2日以降でしょう。それからわずか3日、もう現地は本当に大変な、情報も錯綜し、大変な状況の中、そこにやっぱり、その指揮官にですね、直接連絡を何度も何度も取られる。1回しかしてない、で、それをですね、要するに静岡県のこの災害対策が先行していると、こう言われる、それはですね、決してあってはならないことだと思います。でも本当に今現場がどんな状況なのかということを、知事も十分分かっておられるのに、それをやはり長谷知事に直接連絡を取ろうと、これはですね、大きな間違いだと思います。本当に危機感を持った対応というのがですね、必要な中で今回その中部の会議を欠席をされて、新種の通に出られたということは、大変静岡県のですね、危機管理体制、危機管理意識、我々も本当に危機感を持っています。本来はその長谷知事に連絡を取ろうとしたときに、しっかりと誰か今辞めましょうと、こういう人が誰か一人いなかったのかという私は思います。そういう意味ではぜひそこは反省していただいて、今後の被災地支援、それから本県の災害対策、これはぜひしっかりやっていただきたいと思います。ありがとうございました。ぜひ被災地に寄り添っていただいて、支援をお願いします。被災地支援第一でやっております、よろしくお願いします。同じです。よろしくお願いします。申し入れ後、取材に応じた自民と公明は、今回の一連の言動については、大変大きな問題だというふうに認識をしています。ただ知事がそれをどう受け止めているのか、これはこの先の議会、2月の議会もございますので、知事の危機管理意識、危機管理能力、これについては引き続き、しっかりと知事と対峙していきたいというふうに思っています。